こんにちは、吉澤です。今回はですね、こちら個人的にも非常に欲しかった US ネイビーのトレーニングショートパンツになります。アメリカ海軍のですね、トレーニングとか運動する時に履くショーツになります。アメリカ軍のこういったトレーニングショートパンツですと、黒のこちらアーミーですね、これが一番有名ですかね、一番人気で流通も多いかなと思います。個人的にも大好きで、夏になるとよく履いてますね。あとブルーのエアホース、これも人気で個人的にも愛用しております。でどうしてもですね、アーミーとエアホース、手に入れるとやっぱりネイビーも欲しくなるんですね。個人的にずっと探してたんですけれど、古着屋さんで、ユーズドたまに見るかなっていう感じなんですが、デッドストックとなるとほとんど出てないんですね。日本だと買い付けもなかなかできず、手に入れることができなかったんですが、今回運よく仕入れることができました。結構ですね、お探しの方も多いのかなと思ってます。どうですかね。で今回ですね、こちらニューバランス製なんですね。ニューバランスのアメリカ製となっております。ただ、ニューバランスといっても、表側にニューバランスのロゴとかですね、タグ等はつかないですね。軍物仕様になるので、唯一ネイビー、US ネイビーのネイビーのリフレクタープリントが入るのみのシンプルな作りとなっております。サイズのとこに一応ニューバランスのロゴが入ってますね。アーミーエアホース手に入れたから欲しいっていうのと、もちろんですね、ネイビーの合わせやすさっていう部分でも、非常に欲しかった1枚になります。ディティール自体はですね、トレーニングショートパンツの、基本的なデザインですね。ウエストゴムと紐ですね。内側に小さなポケットですね。ID カードとか小銭、ロッカーの鍵なんか入れる程度の小さなポケットが内側につきます。あとインナーのパンツがつきます。サイドに小さなスリットですね。そして嬉しい点が、こっちのエアホースアーミーだと、いわゆる手を入れるポケットですね、フロントポケットがないんですが、前ポケットがつきますんで非常に嬉しいポイントです。そして生地の方がですね、非常に柔らかいですね。こちらは結構ガサガサしたナイロン感が強い生地感なんですが、こちらはソフトでしなやかな生地感となっております。この生地が MCS、 バーリントンの MCS という生地が使われていて、速乾性、吸収性に非常に優れてますね。ここにも書いてありますが、ステイクール、ステイドライと、快適に履けますよということです。サイズ感に関しては、今回 M、L、XL、3サイズ入荷しまして、基本的にはゆったりですね、ゆったりとしたシルエットになります。ちょっとまだ空いてないので、何とも言えませんが、僕ですと170の64キロ、ウエストは32インチとかよく履きますかね、だと、M でいけるかなっていうふうに思ってます。今回まとまって入ったので個人買いさせていただくので、この後ですね、いろいろなサイズ履いてみて何サイズ買うか選びたいと思います。で皆さんのですね、サイズの参考になれば嬉しいです。この後着用動画ですね、それぞれあるので見てみてください。今回はですね、ネイビーのショーツに合わせて上のネイビーのトレーニング T シャツも一緒に入荷しております。こちらもニューバランスですね、ニューバランス製になります。もちろんアメリカ製です。でこれがですね、結構スポーツ感が強いんですね。生地感伝わりますかね。かなりドレープ感が強くて、伸縮性も非常に強いです。もちろん吸水性、速乾性に優れてます。このネイビーのイエローゴールドの T シャツ、よく見ると思うんですが、多くはですね、ソフィー社製のポリエステル 100%、ちょっとコットンっぽい雰囲気の T シャツでして、普段使いにも全然使えちゃうんですけど、これは結構ですね、スポーツ感が出ちゃう生地感になってるので、あれと同じものを想像するとちょっと違いますんで、ご注意ください。個人的にはあまり待ち着としてはおすすめできないかなと思います。トレーニングとか、ジョギング、筋トレ、ジム、あえてキャンプとか、そういったアクティブなシーンで使うのがいいかなと思います。それではですね、ショートパンツサイズ履き比べたいと思います。よかったらサイズの参考にしてみてください。どうぞ。
履いてきました。3サイズ、S 違う M、L、XL の3サイズですね。まあ、結論から言うと M 買わせていただきます。まあ、正直 M、L どっちでも良かったんですけど、まあ、M でも十分ゆったり履けたので今回は M にしときます。まあ、サイズが選べないんであれば全然 L でも買っちゃうなっていうようなサイズ感でした。で、XL だと、まあ、太さ結構太めで履いても見た目的には悪くないんですけど、ウエストが大きいですね。ここのゴムの締まりだけだと僕ぐらいのウエストだとちょっと大きい感じでした。この紐で縛らないと落ちちゃうなっていうようなサイズ感なので、 XL はもちろん却下ですね。まあ、L に関してはここのゴムだけで全然フィットするので良かったんですけれど、まあなんとなく M、 まあ正直どっちでも大丈夫でした。はい、まあちょっと中途半端な回答ですけれど、まあどっちもいけるっていうことでご容赦ください。それではここまでご覧いただきありがとうございます。